さんこんばんは。今日は右手を使いすぎてしまう人のためのレッスンをしていきます。右手を使いすぎてしまいますと左に引っ掛けが出てしまいます。左に引っ掛けを止めるためにはこちらのようにグリップをしてもらうと治ります。はい、それでは今の写真のような実際グリップにしてボールを打ってみたいと思います。右手を感じる部分はこの2本だけですので、ここを意識して握って外していきます。はい、このような感じで練習してみてください。引っ掛けが止まると思います。以上です。